リスムージーと、こちらがバナナスムージー、マンゴーなんだけどソイが入ってるってすごく嬉しいスムージーですので、ちょっと飲んでみたいと思います。ソイですね、ソイ感が強いです。この豆の香りが口の中に広がって、マンゴーとすごくマッチングして、口の中でスライスハムに飲んでます。でこのマンゴーの香り、すごくいい、なんかマンゴーのアロマが香ってる感じ。それでいてスムージーなんか飲みやすくて冷たくて、夏にはすごく最高だったんですよ。こっちがバナナソイなんですけど、ちょっとこれも飲んでみます。バナナですね、バナナ、なんか甘すぎずこうすごくちょうどいいですね。さっぱりする感じで、やっぱりスムージーだからすごい飲みやすくて冷たくて、冷え冷えでとろとろで美味しい。香りもすごくマンゴー、バナナの香りが広がってる。しかも、なんだろう、なんかちょっとココナッツみたいな香ばしい香りもするんですよ、すごく。韓国ってこういう味なんだ、韓国風の味がすごいします。これはね、本当にソルビンに来たらぜひスムージーも飲んでみてほしいなっていうふうに思いました。韓国のソルビン、そんな飲みましたけど、ここまでやってきて、やっと飲めて、このね、並んで飲んだっていう感動もね、味わっていただけたら嬉しいなと思うんですよね。はい、ということで、ぜひ皆さん、原宿